第5試合シングルマッチ30分いきましょう。青コーナーバトラーズ174センチ80キロ、サワー宗典。さあバトラーズの新世代サワー宗典。赤コーナー健介オフィス175センチ92キロ、中島勝彦。健介オフィスの、いや日本プロレス界の新世代筆頭、中島勝彦。砂漠レフィリーは和田恭平さんです。柴田さん、はい、場内がですね、先ほどのマッドドッグスの戦いによって、はい、ただごとではない状態になっています。そのムードを、ね、一変させてくれる試合をね、この2人は期待できそうですね、はい、まさに新世代対決なんですね。はい、澤選手にしてみてもね、やっぱ中島選手ばっかりにクロースポットライト当たってますんでね、はい、悔しい思いもあると思いますんで、まあ準ホームリングと言って差し支えないですね、澤にとっては。はい、それに対して中島克彦の方は準レギュラー的な存在になりました。あの柴田勝頼との戦いも新たな風を巻き起こしましたね。はい、あ、左の張り手。中島の表情がもう本当にここ1年変わりましたね。はい、引き締まりましたよね。何かもう風格すら漂わせています。それにこのリングで負けるわけにはいかない澤。そしてこのやり取り、試合開始直後ですね、張り手なんですけれども、打撃も強い者同士なんですね。バックに回る中島、レスリングテクニックを見せる。そして首に、いや腕に、どちらでしょうか、首か肩口か。中島は全日本プロレスなどを中心に活躍しています。チャンピオンカーニバル出場もありました。はい、白星を挙げたのは最年少で、はい、はい、一つの記録、どんどんチャンスを掴んでね、それを生かしてますよね、彼はね。あの与えられたチャンスはですね、やっぱり生かすということが重要だと思うんですけれども、彼の場合はそれをものにしています。はい、生かしています。じゃあ、健介夫妻にですね、厳しい指導も受けてますんでね、講師にわたって、はい、やっぱり常に前向きですよね。はい、いやすごい張り合いです。もうほとんどどうです、ショーダになっていますか。手のひらの硬いところですよね。それが証拠にボコンボコンという音、パチンという感じではありませんね。澤、はい、が片足タックルのような体勢、中島からするとフロントチョークに近い状態、いや今外れました。気になるのはですね、柴田さん、はい、中島の左足、こちらですね、はいはい、左膝ですか。はい、まあ、試合数もこなしてますしね、強くて大きな選手ともよくやってますんでね、どうしても怪我はね避けられないんですよね。はい、いや背中へ厳しい当たり、激しい蹴りを見舞っていきます澤。何しろ中島にとってはですね、やっぱり全日本プロレスなどではほとんどの対戦相手、いや全部と言っていいでしょうか、はい、自分より体重は重い選手たち、ね、あともうキャリアもね、積んでるようなね、本当に強豪ばっかりですからね。はい、そんな中で結果を残すということは、これ2つ3つ、いやそれ以上の代償は残ってしまうと、払うようになってしまいます。澤、はいはい、としたらその膝を狙いますね。そうですね、まあ、ある意味澤選手はそういうチャンスをもらってるね、中島選手に対するね、まあ、いろんな思いがあると思うんですよね、複雑な思いがね、はい、それやっぱりこのファイトでぶつけてほしいですよね、このリングで。はい、澤が張り手下から突き上げる、中島も、あ、蹴りまで、左のハイキック、ローキックを返すのは澤です。キックはお互いに負けたくないでしょうからね。試合前からそうした思いをあらわにしましたね。はい、やっぱり痛めている箇所を蹴っていきます澤宗典。ロープに飛ぶが、これは見ていた、胸板へのミドルハイ、中島克彦。セコンドからは膝効いているよという声、エルボー、そこからコーナーポストへ飛び込む。あ、これはフロントネックチャンスになりましたか。はい、そしてコーナーポスト最上段に登って、何がある、うん、やっぱり蹴りです、ミサイルキック、そのままの体勢、丸め込む、抑え込む、カウント2つ。
いや中島の自力というものはやっぱり素晴らしいものがあるんですね。はいはい、本当にね、あの一戦一戦成長してますね。はい、あ、これはほぼオーバーヘッドキックの体勢になったか。これに前蹴り、蹴り足掴んでドラゴンスクリュー。沢が自分の時間を作るシャイニングウィザードをかわしています。胸板へ。言ってみれば全日本プロレスで本家シャイニングウィザードの動きを見ているわけですからね、はい、中島は後方へ。あー、すぐに体勢入れ替えた。アームロックへ、アームロックへ。そしてあー、柴田さん、今これは膝十字ですか。はいはい、今の流れは早かったですね。はいはい、もう最初からこれを狙ってたんでしょうね、あのパターンはね。そうですか。はい、腕に対するアームロックは、はい、腕の防御に集中させてね、足をパッと取りに行きましたね。はい、いわゆる見せ技のような形で持ってきましたね。はい、沢がラッシュをかけています。後ろに回る。中島は回転してここからどうだ。あ、前方回転。今度は沢、沢が膝、ロープに手が届いています。さあ宗則、前回大会は原学とのシングルマッチがありました。ドラゴンスープレックスホールドで勝利しています。あのウアイ代表などはですね、この2人の戦い、はい、そして原との戦いですね、新世代の名勝負にしてほしいという。いや本当にね、何か何もなってますね。はい、あ、イカズチ、もう一撃、痛んだ足で放つ。ロープが近いがどうだ。カウント2、カウント2です。澤選手なんかもね、本当もっとチャンスあげたいですよね。そうですよね。ただまあこう中島とこういう試合をしていればね、必ずそういうのが 舞い込んできますから。これもチャンスの一つですね。はい、切り返しています。膝を痛めつける。いや、アキレスの部分になりますか、アンクルになるか。あ、スタンドでの柴田さん、これアンクルホールドになりましたか。はい、一旦距離を取って、おー、ラブポーズからシャイニングウィザード、膝が入ったがカウント2です。この技で中島はやられるわけにはいきません。はい、そして得意のドラゴンスープレックスホールドか。中島かわしていく、脇固めをさらにかわし合い、読み合い、蹴りを食らわして、ジャーマンスープレックスホールドは合格の、これも中島のフィニッシュホールドです。3カウントを奪った中島勝彦、澤宗則に勝利しています。いや、しかし試合が終わった後、柴田さん、すぐにドクターが出てきましたね。はい、やっぱりちょっと今かなり角度がね、エグかったですからね。はい、あの膝が痛いんでしょうけど、中島君今のね、ブリッジなんかね、これぞジャーマンという感じだったですね。一旦ためを作って放ったんですね。はい、いや、この2人のフレッシュな戦い、柴田さんもいろいろどうです、感じることがあったんじゃないでしょうか。これをね、もっと大きな会場でね、やらせてあげたいですね。まあ後楽園もちろん聖地なんですけれども、はい、もっと大きな会場でもね、十分にお客さんを納得させるね、満足させるファイトでしたね。あの3年後5年後がさらに楽しみですね。はい、や、四方に礼を尽くします。ビッグマウスラウド新世代対決、中島勝彦対澤宗則、厳しいバチバチの戦いから最後はジャーマンスープレックスホールド、中島勝彦です。